顔認証で入店から決済までが完了する夢のような店舗がまもなく実用化されます。一足早く新しい買い物を体験してきました。金沢市に本社を置く大和通信が開発したフェイスフリーもってけ、実用化に向けた検証のため社員用の店舗がオープンしました。まずはアプリに私の顔を登録します。店舗の入り口にある認証端末に顔をかざして入店します。事前に登録していない人は入店できません。感染対策のためマスクをしていない場合や熱がある場合は入店できない仕組みです。入店後は好きな商品を手に取り店を出るだけ。登録したクレジットカードで決済が完了します。アプリの方には今買ったジュースとお菓子、同じものの支払いが完了しています。店内に設置された24台以上の AI カメラによる画像認識機能と棚に設置された重量センサーで誰がどの商品を手に取ったのか正確に把握します。無人店舗システムの実用化は日本初の技術です。我々の得意とする要素技術を組み合わせて、そういった精進化のシステムを開発しました。今流通業界、サービス業界での労働力不足ですとか、例えば過疎地域での、人材不足で問題がありますので、この無人店舗システムを使えば、そういった問題も解決できるのかなと思っております。年内にもコンビニや大学キャンパス内の購買店など実際の店舗で導入される見通しです。